兄、どうかしたの？こんなところに呼び出したりして。テンション低いって。まあそりゃね、なんというか今日は複雑な日っていうか、お姉さん的にはちょっぴり気が甘くなっちゃう日なのよ。してお祝いしてくれる人がいるのはいいものね。それが大事な人ならなおさらよ。今赤くなったわね。なんだか気分がすっきりしちゃった。君のおかげね。どうかしら、今から一緒にいつものお店行かない？急にどうしたの？誕生日だからって。そうなの？誕生日に男の人に誘われるなんて。しっかりするのよ。ゆかり、飛び上がって喜んじゃダメ。カモン。なんだか気分がすっきりしちゃった。君のおかげね。どうかしら、今から一緒にいつものお店行かない？あ、ありがとう。これ麦しわじゃない？なんて場所で飲ませようとしてるの？え？おめでたい日だからって？私の誕生日をお祝いしようとしてくれたんだ。ありがとう。お姉さん嬉しいわ。これは後で大事に飲ませてもらうわね。なんだか気分がすっきりしちゃった。君のおかげね。どうかしら、今から一緒にいつものお店行かない？パーッと騒いでお祝いしましょう。ハッピーバースデーゆかりってね。何よ、まだ酔ってないわよ。